にああるるる神社である社で格はは祀られているの源源義家元な源義家北区立滝の川小学校の滝小温度の歌詞に登場する。境内にある町内海倉庫群奈良時代までの道地は荒場家里と呼ばれていた。平塚の地名の由来とされる塚は神社社殿裏にあり非公開であるが、帰宅によって、 甲冑塚古墳として登録されている。神社に伝わる平塚明神並び別当上漢字園芸巻によれば、かつてここに豊島軍の軍画があった。平安時代に秩父兵士豊島近吉がこの場所に上官を築てたと伝わる。平安後期の後3三年の役の記録に源義家、義公。 吉光の三兄弟がこの館に登入して熱い、もてなしを受けた。吉家は感謝の言として、鎧一両と十一面観音像を金儀に貸しし、後に、この鎧を城の守り本尊として塚を築き埋めたのが、塚の始めとされ、鎧塚、甲冑塚と呼ばれたほか、塚が高くなく平たかったことから、平塚と呼ばれ、これが統治教の地名の起こりとされる。 神社は、豊島市が、この源氏三兄弟の徳を慕って三人の登竜地に、社を営んで、平塚山初代明人とし、映像を奉仕し陳述としたことが起源とされている。実際に、登竜や、甲冑の歌詞があったかは確実ではないが、隣接地からは、当時の欧州に通ずる、道の跡も発見されている。豊島氏は、鎌倉時代にかけて、 西の宇田氏や諸氏と結んで本拠を石寺に移して、上杉氏と対立、室町時代になり、豊島本州家は、上杉進化の大田道館に、この平塚城で滅ぼされた。江戸時代、平塚里の無関の盲人であった、山川城貫定久が、平塚明神に出世を祈願して、江戸に出たところ、県業の地位を得て、将軍、徳川家光の近所となった。 また後に山川は、家光の病気併与を祈願したところ直ちに病気は、介入した。山川は感謝して、平塚明神社を修復し、事実を知った家光が、官営17年、50国の主因地を明神に、寄進した。新規に主因が可視されるのは、当時の一般書写寺政策から見て、極めて異例であり、幕府から、 特別な数形が捧げられていたことが知れる。以後、歴代将軍は同様の額を安堵している。境内者には、豊島神社、稲荷神社、石室神社がある。また南側にある白漢字は、元平塚山小大名人の別当の昭安で、これを上述の山川が、畜死の僧を呼んで再興し平塚さんを合している。 角川日本地名大辞典編纂委員会編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書店、1978年、618ページ、新編武蔵風土記工場中里村、北区遺跡一覧 ABA 土名所図へ 1927P308 香取研究室安間市盲人市。ありがとうございます。